俺が高速道路で一番好きなのがここのバイパス道路。なんで？めっちゃ快適じゃん。そういうこと？そういうこと。車の交通量も少ねえしさ、いいよ。確かに少ないね。うん。わあ、いたしゃ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 ですよ、いたしゃ。あ、バリバリのオタクっぽく見える人が乗ってるかなと思うじゃん、うん、意外とそうでもなかったりするわけよ。あれはね、ギャップ萌えだよで、男だけと思いきや女性もおるからね。ああ、そうなんだ。うん、三河って浜名湖。浜名湖です。うなぎですよ、うなぎ。浜名湖といえば、うん、うなぎか、食べたいな。うん、爽やかだし、行くかどうか分かんないけど。そうですか、うん、めちゃくちゃ混んでるんだって。うん、まあ混んでる。それが嫌なんだ。待ち時間が2時間は当たり前っぽいよね。そう、静岡にしかないから、お客さんが来るから静岡から出ないんだもん。うまいよね、販売戦略。渋滞してそうだな、なんか街の中10キロも走らないからね。いやだな。浜松、そういえば餃子もあるじゃん。浜松餃子でもいいだな。でも明日仕事だからさ、嫌だな、ニンニクが入っとうやろ。はい、そうなんです、そこなんですね、僕はニンニク臭いと最悪だからな、マジで、うん、本人はどうでもいいけど、うん、私自分自身も気になるから。接客業も最悪だよ。いきなりステーキはいらないです最近減ったよね。でもバカみたいに拡大するからやって、うん、人がいねえのに拡大しすぎてドスボール典型的なパターンだよな。なんかすげえ道案内してきやがったな、このクソナビ。大丈夫か、本当にドキンと知らない。 Google 先生頼むぜ、マジで。渋滞が嫌だって言ったからあれじゃない。そうか、まあ、確かに渋滞は嫌だけど、あんまりセコ道も嫌なんだよ。怖えで。まあね。止まれが鬱陶しいですね。ここだしょ。左はオッケー、右はオッケー、左もオッケー、行けるぞ。うん、うわ、怖っこの道。なんか。ん？なんで？結構急カーブだったな。急坂急カーブ、うん、止まるのは嫌だね。止まりたくはないな、上りは特に嫌、うん、これ保育園か、なんかすごいすごいな、なんかお化け屋敷みたいな保育園だなこれ昨日はね、競馬で頭を使いすぎたね。何？まあしかしあれだね、いくつになっても頭を使わされるよね、ほんと。使わされる、うん、いいことではないか、使えるなんて。もう絶対ボケんと思うもん、今の生活してると。バイクで運転しながら喋るって相当頭使うらしいからね。っていうかさ、バイクに乗ってること自体がさ、なんかいいみたいじゃん。部分で乗ってる人は喋りながらドローンみたいな。違うか一人で喋るのはね、言うて難しいからね一人で元ブログ撮れるやつは天才だと思うよ。これ無理だと思う。一人はむずいよ。やっぱ本当に。話変わるけど、桜？これ桃じゃないの？花びらが見えないからわからん。パパタブ花びら見てもわからん。何？桜ぐらいしかわからんよ。桜はわかるよ。桜でも雰囲気じゃないそれ。花びら見てわかる。花びら見てわかるよ桜ぐらい。当たり前だろ。バカにするなお前。わかるに決まっとるだろう、うん、桜ぐらい。梅と桜を並べて写真見せられてどっちだって言われたら、うーん悩むな。梅の花がどうだったかなってあんまり記憶いねえんだけどさ。まあそうなんだ。梅の花ってない、桜と何が違う？花びらの形が違う。あ、桜はでか、初心者マークみたいな感じになってるんだ。初心者マーク。ちょっとまあ確かに。そうやろ。あ、で梅は丸いんだな。あ、分かった分かった。あ、そうやっていいや、分かった。だいたい桜なんて記号とか見ないからさ。おっと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 っ
ちょっと引っかかった足が。足が長いから。そう、バレた。言ってあげた。もう気持ち高い方が俺はいいかもしれない。あとね、2センチぐらい高いといいかな。もうだから82ぐらいだったら、うん、それぐらいだったらちょうどいいかもしれない。私は確実に乗れなくなるけど。2センチ高いとやばいな、確かに。もう無理です。意外と今は乗れるかもしれないけどね、はやぶさをそんだけ乗りこなしてるから。ん、車重が軽ければ。ああ。言うて難しいからね、あなたそのバイク普通に乗りこなしてるけど。え、そう？そりゃそうでしょう。そんな簡単に乗れるとは思わんけど、もう乗り慣れてるからね、人馬一体なんですよ。あ、もう着いた。時間完璧じゃないですか。鈴木。あ、ここ入り、うん、パーキングあっちだ。あとはパーキング。バイクいっぱい止まってる、止まってる。本当だ。全体が入る、こういう感じがいいな。これがあれじゃん、モーターボートの、うん、食器も作ってたんだな。なんかそうみたいだね、知らなかった。俺も知らんかった。左でいいのかい？左でいいよ。はい。ちょっともう一回行きたいな。うん。ねえ、もうちょっとバイクを見たいな、俺。ああ、バイクはさすがに見てる人多かった。うん、バイク好きがやっぱ多いでしょ。うん。うん、この辺だよ、爽やか。あそこの信号を越えた先か。青ジムニーって俺あんまり見たことないんだけど、だいぶ、うん、ないだいぶだけど目立つな。行くぞ。あ、もういいよ。止めるよ、これ。さあ、では早速 JRA をやりますか。中山競馬、阪神競馬、小倉競馬、俺よく分かんないんだよね。お手にこちらから買っていただきまして、こういう感じ。あっさりさん、ありがとうございます。あ、こちらのニオンソース、こちらがデミグラソースですか。うん、僕がデミグラソース。ありがとうございます。買っていただきます。じゃあすみません。はい、ありがとうございます。先にこちらから買っていただきます。美味しく買ってあげます。じゃあそのまま待ちください。フランスでいきます。フランボン仕掛けあげます。食感が厚いならお気をつけください。先害が気になるようでしたら気軽に思う気をつけください。2つともソースをおかけしますか。はい、はい、おかけします。じゃあデミグラソースです。ソースの羽が収まりましたら召し上がりください。ソースです。はい、じゃあ次どうぞ。お願いします。ごちそうさまでした。